おばあちゃんですね。おばあちゃんが乗ってたんですか。おばあちゃんが乗ってて、でもうちで乗ってたんですよね。乗ってて、売っちゃって当時の覚えてますよ。覚えてますか。あの、売っちゃう時のまだあの時だってここまだ中学生です、ね、中学3年生です。あれからもうだいぶ経って、だいぶ経って今いくつですか。今19歳で、これは ER 賞です。ユーロ、ユーロで、あえて17インチで。あ、なるほどね。あえてね、 CCO の、 あの、要はうちにあった塩っすよね。覚えてますよ。もう本当にアキさんの初期の動画からずっと見てたんで知ってる。まさか本当に買うと思わなかったいや、もう絶対乗るって決めた。どうですか。最高ですね。やっぱり実際乗ってみると乗ってみるとやばいですね。あ、やっぱりいいっすね。距離今どんくらいなの。これ今9万6千キロぐらい。全然極上じゃないですか。ヘッドラフトもすごい綺麗で、メッキも全部いってる。これ何もやってないんですか。何もやってないです。メッキだってこれ新品じゃないの。でも納車した時にもずっとこのまま来て、結構革も運転席はまあもちろんそうなんですけど、助手席とかリアは全然使用感なくて、だから一人いいっすね、乗ってたんじゃないかな。一人だけでね、はい。あえて匂いとかも何もやんないで、セルシオ本来の匂いが今楽しんでます。いいっすね。よく買いましたね。でもまあ高かったですね。この距離だってどのぐらいですか。込み込み時効も入れたんで、はい、込み込みで本体が153万。いいな。なんかロードオンとかはしてないですか。これあのトップがもう元々入れてたなんかマイルドダンパーっていう、はいはいはい、で車高でちょ車高調で乗り心地がいいタイプの。そうですね。ちょい固めぐらい。いや、やっと上げましたね。上げましたね。本当念願だったね。よくでも買いましたね。なんか元々狙ってた個体は、はいはい、あのなんかどんな感じだろう。本当にまだ ER 仕様なんですけど、はい、なんか、まあ、メッキはちょっとくすんでたんですけど、なんかそれを狙ってたんですけど最初は。でもなんか売れちゃったって言ってて、でそのショップの人が新しいのを、まだこれ制約決まってないんで、あのこっちありますよって言われたのがこの個体で、全然こっちの方が綺麗だったっていう。9万キロだよね、はい。自分なんかだって倍以上してますからね。そうですね。22万3千円ですね。すごい。今日、そう。もう随分経ったんですか、納車になって。納車1ヶ月ぐらいですね。あ、まだそんなんですか。そうですね。10月6日に納車したばっかで。でも納車した時もう9万3千キロぐらいだったんで。あ、もう3千キロぐらい。やっぱ楽しくて、やっぱ楽しくて乗っちゃうんですね。乗っちゃいますね。本当だ、そんな硬くない、ね、硬くないですよね。全然ちょい酒ぐらいで、またそれはそれでかっこいいっすよね。はい、この仕様がやっぱり純正が一番好きなんだよ、はいはいはい、その仕様でいきたい。なんか昔、うん、ほらやっぱ家族で乗ってた、はいはい、あの印象強くないですか。強いです。17インチ仕様の、はい、それが一番根、ね、についてるの。もう全然もう楽しみすぎて寝れなかったですからね。そっか。木目の感じも前乗ってたのと似てて、うんうん、色合いが、はいはいはい、で装備もあんま変わんないんで、あ、手放す時はね悲しかったですもんね。そうですね。それが流れてたから。今もう使ってるの車検証入れとかこのシフトノブとか、はい、キーケースは全部前のセルシオのやつです。使ってます。あ、取っといたんですか。取っといてます。これもついてる。はい、これも同じ装備で、これもついてる。快適です。快適ですよね。いや、なんかすごい快適。なんか乗り味が他の車と違うんですよね。全然違います。明らかに、はい、完成形ですね。もういじるところがもうないんですね。あ、分かる。それも本当分かるわ。まんまが完成形みたいな、はい、思ってて、セルシオ買ったらあえて17インチの、そう、17インチってきますよ。もともと20インチ履いてあったんですよ。あ、そうなんですか。20インチ履いてあって、でもそれはもう友達に売っちゃって。乗り心地はでもこっちの方がいいでしょ。
いいですね。17の一番いい。いやーこれは快適だ。何年あれか、何年経ってんの。あれが2017年か売ったのが。じゃあもう5年経ってますか。5年経ってます。早っ早かったですね。中学生だったんで、はい、もう19、20の代で、20の代ですもんね、はい、あ、いやまさか本当に乗るとはね自分も本当は思ってなかったですよ、うん、いやでも買うんだったら今しかないと思って、うん、やっぱりセレションも今値段上がってきちゃってるじゃないですか、うん、だってこの距離ぐらいだったら2桁ぐらいで買えてましたもんね。もうちょっと前。いや全然買えてますよ。買えてますよね、うん、そうなんですよね。だから値段上がっちゃいましたよね。上がっちゃいました。絶対後悔すると思ったんで。あ、これはもう手放したくないですね。ナンバー切ってても置いといてもいいですね。置いといてもいいです、全然。眺めるだけでも全然そう、もうそれだけで2時間ぐらい見れますからこういう質感とか ね、 そうですね、素晴らしいよね、本当ね。じゃあ満足度はかなり高いです。高いです。車見つけました。この答えが、ね、答えがね、これも巡り合わせですから。そうですね。